2023年 G-SHOCK は40周年を迎えます。40周年を記念して様々なラインアップを横断する企画テーマを設定いたしました。それはフィロソフィーリボーンです。歴代モデルや G-SHOCK の過去に敬意を払いつつ現代解釈を加えることで進化させ蘇らせるというコンセプトです。初代の DW001 のコンセプトがカプセルタフという多方面からカプセルが包み込むように耐衝撃性を持った構造で考えられていまして、今回はそのコンセプトから進化を遂げて新しくカプセルタフ×コアタフという考え方のもと GB001 を立ち上げました。初代 DW001 のコンセプトであるカプセルタフはケースを樹脂で包み込む耐衝撃構造を採用し、2色成形のベゼル、サーモセンサー機能をモチーフにしたベゼルデザイン、メタルパネルがインサートされたバンド、装着性を考慮したバンドのウィング、そしてバックカバーといった特徴を持つユニークなモデルでした。今回はこの初代の DW001 の特徴を継承しながらも現在の G-SHOCK の衝撃構造へ進化させました。これまでのカプセルタフにカーボンコアガード構造やメタルカバードの構造を取り入れて、ベゼルの2体構造といった新構造も採用しました。過去の DW001 と今回の GB001 のサイズ比較はこちらになります。ベゼルサイズでいうと過去のモデルから約 97% にベゼルをサイズダウンしてすっきりした印象に仕上げております。さらに2体構造のベゼルパーツでは一番上に来るベゼルがこれまでの DW001 の特徴でもある2色成形ベゼルを継承しました。今回ご紹介する3モデルにはイエローの仕様を除き、ベゼルの2色成形にスケルトン樹脂を初採用し、内側のベゼルが透けて見える仕様となっています。そして今回のモデルの一番の特徴がこの上のベゼルが取り外しができる構造になっているところになります。これまで DWE5600 などで採用されているフック形状で、時計の3時側、9時側から固定するベゼルになっていて、このベゼルを取り外すと時計のケースに対してステンレスのいわゆる下のベゼルがセットされています。ステンレスのベゼルに交換構造のあるプラのベゼルがつくという、ベゼルがベゼルを覆い囲むような二重のベゼル構造になっています。このユニークなベゼル構造により、ベゼルを取る、つけることで2仕様を楽しめる1商品で2度おいしい仕様になっています。また過去にもベゼルを交換できるモデルはありましたが、一番上のベゼルを外して使用できるモデルは今回のモデルが初となります。さらにバンドについては交換可能な構造を採用しました。今回 GB001MVE は交換バンドセットの特別ボックス仕様になっており、お客様でもバンド交換が可能なようにケースから出ているウィングの形状も見直しております。また DW001 ではバンドに金属パネルをインサートしていましたが、ファインレジンパーツをインサートすることでバンド周りの強度を配慮し、さらに様々なモデルで展開している技術を採用することでバンド交換構造を実現しました。文字盤は大きな文字盤とリングの2体文字盤の構成になっており、左上にある液晶では遊び心のある積み上げ式のグラフィックで秒数をカウントする仕様になっています。そして今回のモジュールは BLE と LED バックライトに進化したモジュールを搭載しております。またモジュールの小型化や外装技術の進化により、過去モデルより機能を搭載しながらもサイズダウンした形状にまとめております。こちらがそれぞれのパーツ素材です。上のベゼルはウレタン、中のメタルのベゼルはステンレスです。ケースはカーボンファイバー強化樹脂を採用しています。バンドはウレタンにファインレジンパーツをインサート、ウィングの部分とバックカバーに関してはそれぞれウレタンを採用しております。
細かいパーツの仕上げについてもこだわっております。こちらのシルバーモデルはヘアライン仕上げやミラー仕上げを行い、ゴールドモデルはすべてミラー仕上げなどモデルごとに仕上げ分けを行っております。以上、40周年を機に進化し復刻した G-B001 になります。ぜひお手に取ってご覧ください。